武井剛国会議員は司法試験以上の試験義務化主張タレントの武井剛41が国会議員について人間的モラルとか社会規範とか司法試験以上の難しい試験を受けさせてそれに合格した人の中から選挙するべきだと持論を展開した武井は3日放送のフジテレビ系 ワイドナショーに出演番組では昨年発覚した自民党の小渕優子衆院議員41の後援会による政治資金問題について議論となった同事件では小渕議員の元秘書と元会計責任者が政治資金規正法違反で在宅起訴されたが小渕議員は 虚偽を認識していた証拠がないとして、権威不十分で不起訴となっている。